Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Online France 語学校 Ensemble en français 講師のジョセフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介したいと思います。今日は友達がなんかぼーっとしてるんですよね。さて、彼は今日ぼーっとしているというフランス語の表現、ある星の中にいるというのですが、一体どの星でしょうか？ Il est dans la lune aujourd'hui. Il est dans la lune aujourd'hui. Il est dans la luneAujourd'hui. Il est dans la lune aujourd'hui. 彼は今日月の中にいます。そう、月の中にいるんですね。昔から月は夢と関連付けられてきたので、これで夢の中にいる、ぼーっとしているという意味になりますよ。面白いですよね。さて、もっとフランス語を学びたいという人は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.